さてね、今からね、山口避けていきますよ。これね、ありがとうございます。山口避けて、どんな感じかわからないですけど、とりあえず行ってみます。いっぱいかもしれんけどな。あ、なんとか行けるか。では山口避けて行きます。今ね、山口避けて来てます。あのね、相変わらずね、このお惣菜が、美味しそうなお惣菜がようけ並んでます。これね、今からどれ食べようかちょっと悩んでますよ。僕はいつも悩まされますけど、このナスビもらえます？喜んで喜んで、ありがとうございます。ナスビいただきます。これうまそう、ナスビ。これね、ちょっといただきます。ナスビです。ナスビいただきます。おいしい。うん、めっちゃうまい。おいしいわ。おいしい。はい、おいしいです。お前。うん。最高や。めっちゃうまいですね。最高。何やろ。これ八宝菜かな。八宝菜ください。八宝美人なんで八宝菜。全然関係ないと思う。僕の方ですよ。まあまあやっちゃんはね、まあ、真面目な人ですから。でもある程度は八方菜。あ、そうなんですか。まあそれでいいですよ、別に。そうそう、僕は八方菜なんで、しょうもないね。ありがとうございます。八方菜ですね、いただきますよ。もう美味しそう。なんかほんまにそういただきますね。八方菜です、いただきます。うまいですね、やっぱり美味しいですね。これは自分で作りはったっていうこと。またうまいこと言いますね。うん、最高ですわ。うん、笑いますよね。笑うとこいいんですよ、笑っていいですよ。うまい、なんか美味しいですよ。そう、うん、会社なんて、すごいな。もう最高ですね、めっちゃ面白い。今日はね、完全に一人ですよ。一人だけど、知ってるお店なんで、全然変態動画じゃなくて、普通に喋りまくってます。普通にもう最高ですわ。もうね、今ね、5時ですわ。もう5時、やば。これはね、もう今日は6軒目かな。やばいっす。うん、もうちょっと、飲みすぎですね。キーマカレーですね。これもうやっちゃんの手作りのキーマカレーね。これね、僕もめっちゃ好きなんですよ。ここのキーマカレーおすすめですよ。ちょっとね、このクラッカーに、クラッカーね、これにキーマを乗せます。これね、もうこれ最高よ。これね、ちょっと待って、これでいただきますよ。いただきますね。うん、めっちゃうまいわ、ほんまに。何これ。あのね、なんかカレーでもね、これ出汁が入ってんちゃう。めっちゃ美味しいわ。うん、なんかね、カレーうどん的な、美味しい出汁の味がしますわ。なんかわからん、僕もちょっと味覚音痴かもしれんけども、とりあえずうまいです。うん、最高っすわ、マジで。今ね、塩ジンギスカン、唐揚げ食べようと思ったら、ママさんが、塩ジンギスカンが美味しいでとか言って、おすすめいただいたんで、塩ジンギスカンを食べたいと思います。これね、塩ジンギスカン、いただきます。ラー油に味付けしたんです。あ、もうだ、これラー油ですよ。臭みなくね、うまい。うん、うまい。臭みないっすよ。なんか、ジンギスカンで臭みありますやんか。はい、今ですね、山口酒で飲んできました。ただね、ちょっと今僕結構酔ってます。もうね、今ね、時間は夜の7時です。今からね、本当にだね、日本橋の電電タウンに行きたいんですよ。というのは、パソコンの、今回買い替えたパソコンのキーボードを買いたいわけですわ。というのは何でかって言ったら、あのね、ノートパソコンなんで、なんていうのかな、ディスクトップと同じようなキーボードを買いたいんですよ。でも今から買いに行けるかどうかっていうのはちょっと不安です。うん、ほんまに。でもありがとうございました。皆さん、ほんまにここまでご視聴いただいて、ほんまに感謝しております。
もしよかったらチャンネル登録していただくとすごく嬉しいです。ほんまに。でもありがとうございます。ほんまにごちそうさまでした。すみません。失礼いたします。